はい、ボノボの研究をしている横山拓政です。今日はワンマの若オスのボノボたちについて紹介をしたいと思います。前回の動画で大人メスと大人オスのボノボについて紹介しました。せっかくなので私が調査をしている P1 グループのボノボたち全てを紹介したいと思います。今回は若オスのボノボについて紹介します。私たち研究者はボノボたちの年齢に従って大人の個体なのか、あるいは若い個体なのか、または子供の個体なのかを分類して観察や調査を行います。年齢カテゴリーを大きく分けると、アダルト、アドレセント、ジュベナイル、インファントという4つのカテゴリーに分類されます。15歳以上の個体、または出産経験のあるメスや射精することのできるオスを大人個体として分類し、8歳くらいから15歳未満のボノボたちをアドレセント、若オス、若メスとして分類します。今日はその大人個体になる前の若い個体、アドレセントのオスのボノボたちについて紹介します。 E1 グループの若い個体のボノボの数は多くありません。私が調査を行っていた際には若オスは約4頭いました。メスに限っては全ての個体が出産経験があるので若メスはいません。紹介する数が少なくなってしまうのですが、大人になる前の個体である若オス4頭について紹介します。1頭目の若オスはシバという個体です。年齢は14歳だったのですが、2018年に観察して以来姿を消してしまいました。シバはサラの息子になります。これまでもシバはよくフラットをどこかへいなくなってしまう個体だったので、またいつか E1 グループに戻ってきてくれればいいなと思っています。2頭目の若オスはジョーという個体です。年齢は12歳でジャッキーが母親になります。ジャッキーやジャッキーの息子ジローは他のボノボたちに嫌われているのですが、ジョーはまだ若い個体なので他のボノボたちと遊んだり毛繕いなどをして楽しく過ごしているところを頻繁に見ることができます。3頭目の若オスはキョータという個体です。年齢は9歳でアルファメスのキクが母親になります。キョータの兄であるキタロウとノビタがアルファオス、ベータオスなのですが、いずれキョータが成長して大人オスになったらキョータがアルファオスになるのではないかなと思っています。4頭目の若オスはハチロウという個体です。年齢はキョータと同じく9歳で母親は星になります。今はジョーやキョータ、ハチロウの3頭は一緒に楽しく遊んでいることが多いのですが、この3頭が大人に成長した時に順位やメスとの交尾をめぐる熾烈な争いが起きるのではないかなと思っています。はい、今日は若オスボノボ4頭について紹介しました。これまでの動画で大人オス、大人メス、若メスのボノボについて紹介して、今日若オスのボノボを紹介しました。残すは子供のボノボたちになります。子供のボノボたちは本当に可愛くて、写真や動画を見るだけでも非常に癒されます。次回の動画では可愛い子供のボノボたちについて紹介しますので、楽しみにお待ちください。